高倉アートプランニングの高倉です。ちょっと私体調が良くなくてと言いますか、声がちょっと出なくてですね、配信ができなかったんですけども、2019年初第8回ですね、開始したいと思います。銀座キャンパス TV は銀座の街の魅力をお伝えするという番組です。約10年前に私が銀座に来て、初めの頃は銀座の街の敷居がとても高く感じていたんですけども、年月を経て、銀座の街に魅了されて今があります。私の知ってる範囲になるんですけども、銀座の魅力や銀座の秘密、あとですね、プロフェッショナルにご活躍されている方々の、お話をお伝えしていきたいと思っています。それを聞いて少しでもですね、皆さんの人生のヒント、もしくは活力源に、なっていただけたら嬉しく思います。本日も20分間よろしくお願いいたします。今週のプレゼントはこちらです。復活銀座の流儀白坂ママの、銀座のクラブは第二秘書室というお話です。プロフェッショナルの仕事の流儀にテレビに出られた白坂ママが、銀座の秘密とかですね、あと人の心のつかみ方、あと本物のおもてなしとはなどですね、あと男性の品格についてとか、男女問わず楽しく読んでいただける、銀座の流儀です。こちらですね、昼の会夜の会、抽選で1名様に、プレゼントをしたいと思います。でプレゼント の抽選についてなんですけども、皆さんにですね、分かりやすくこんな風にしてみました。はい、ライブ配信中に、シェアしていただいた方、抽選で1名様にプレゼントさせていただきます。でシェアしていただくときのご注意点なんですけども、ライブ配信中のみ、2つ目が全体公開でのシェア、こちらの方を、よろしくお願いいたします。今日は、銀座のママ、そしてホステスさんから教わった美の秘訣というものを、私なりにまとめてみました。でこれはですね、私が1年間やって、見て体に変化があったんですね。でこれが何があったかっていうと、去年1年間私すごい花粉症の持ち主だったんですけども、薬を一度も飲まずに過ごしたというやり方なんですけども、こちらをご紹介したいと思います。で、ですね、例えばこんな風に、体がむくみやすい、太りやすい、疲れやすい、体が重たく感じる、女性の場合になるんですけども、化粧のりが悪い、あと便秘気味ですね、腸内環境が悪い方、こちらの方たちにも、ぜひトライしてみていただけたらと思うやり方を、ご説明したいと思います。銀座のママホステスさんから教わった美の秘訣です。この美の秘訣というのは私が、勝手に決めたタイトルなんですけども、このママさん、このホステスさん、すごく肌が綺麗だなとか、疲れ知らずだなとか、そういう方たちに共通することだったんですね。で、例えば銀座のママさんとかホステスさんって全くお酒を飲まないということがないので、自分の体調がこうあまりいい時でなくても、お酒を飲む、例えば胃の調子があまり良くない時でも、ちょっとお肉を食べるとかですね、いろいろあると思うんですけども、そういった中でも肌荒れもほぼせず、もうしてないですね、肌荒れとか。あと体もすごく元気だし、どういうふうにやってるかというのをお話ししたいと思います。まずですね、この美の秘訣、答えから言いますと、内臓を休めるということです。でこの内臓を休めるっていうことなんですけども、どういうことなのかと言いますと、16時間断食です。で16時間というとほぼ約半日になるんですけども、これ結構私やってみてできたことなので、16時間とまでは言わなくても、ちょっと皆さんも試しにできる範囲でやってみてください。
で内臓を休めるというこの16時間断食のやり方なんですけども、例えば前日の夕食ですね、最後に食べた時間が午後7時だとしたら、16時間後の翌日午前11時まで固形物を食べないという断食のやり方だそうです。で、これどういうことかと言いますと、固形物のみなので、はい、水分はとっても OK です。例えばですね、水分っていうのは、お水とか白湯とか、炭酸水とかそういったものでも何でも構わないそうなんですね。よく内臓に温かい生姜湯とかって言う方もいらっしゃるみたいなんですけども、私の周りにいる銀座のママさんとかホステスさんは、もう自分が飲みたいものを飲むわって言って、ただアルコールはダメっていうことでした。16時間断食というものをやった方がいいかということなんですけども、まずですね、大切なことは長時間消化器を休めるということが大事だそうです。で、これですね、ひらめき企画という宮田圭司さんからも私以前詳しく教えていただいたんですけども、ご存じない方はね、ひらめき企画宮田圭司さんって調べていただければ、健康法についてとかいろいろブログとか書かれてる男性の方なんですが、この方からも教えていただいたんですけども、人の体っていうのは、摂取した食べ物を消化して吸収してから排出するまでの時間が約 18時間ほどかかるそうなんですね。かかると言われているそうで、食べ物の内容や体調、その時の体調によってはそれ以上時間がかかることもあるそうなんです。なのでこれを例えば銀座のママホステスさんですね、あと宮田さんから聞いたお話だと、億万長者の斉藤ひとりさんもおっしゃってるそうなんですけども、私たちは肉体労働をしているわけではないので、肉体のために1日3食も取らなくてもいいってよくママさんとかホステスさんが言うんですよね。私たちは頭を使ったり記憶力に関してはいろいろやったりするかもしれないけども、体を使って畑仕事をしたりとか、肉体労働をしているわけではないので、肉体のために摂取するのではなく、自分の体に合ったライフスタイルで食事を摂取するという方法に行き着いた結果、1日1食から1食半もしくは2食だそうです。毎日規則的に3食取っていたとすると、要するにこの18時間消化するまでに18時間かかる前にまた次の食べ物を摂取してしまうので、胃の働きが悪くなってしまうそうなんですね。そうするとどうなるかっていうと、腸内環境、要するに排出することができなくなって、結果便秘になったり、あとですね、排出している便が出ているつもりでもそれはもう何日か前の便だったりとか、そういう悪循環になってしまうそうなんです。なのでこの消化器官を休めるために16時間断食をすることによって、胃腸の働きが正常になって内臓疲労も回復する。でそうするとやはりお肌がきれいになっていくんですよね。腸がきれいになっていくと、で自然と太りにくくなったり、むくみとかも要するに腸の中に老廃物がたまらないので、結構疲れとかもたまりにくくなりますし、睡眠の質もかなり良くなります。でただですね、この16時間っていうのが私はすごく最初抵抗があったんですね。なので私はここ12時間にしています。例えば私の場合だと、夜10時から10時半ぐらいに食事をするんですね。その夜の仕事が終わってからするんですけども、なので翌日の10時半、午前10時半もしくは11時まで固形物を取らないという方法をやり始めました。でそうする
そこから始めただけでもかなり腸内環境が整ってきて、でそうこうすると1日に2食で体がだいぶ慣れてくるのでごめんなさい、夜の10時10時半に食べたら翌日の12時お昼まで食べない、でそうすることによって、16時間ではなく14時間になるんですけども、そんな風に、とにかくこう固形物を取らない時間を、作るということをやってみるといいと思います。16時間まではいかなくても、12時間、最初は12時間から始められると、いいんじゃないかなと思います。はい、でですね、よくその断食っていうのがこう一日断食とかいろいろ言われてるとは思うんですけども、一番大切なこと、ママさんとホステスさんがよく言うのが、一番大切なことっていうのはちょっとだけ無理をするぐらいの、スケジュールでやるのが一番いいって言ってました。食べてしまうのが癖に、今私がすごくそうなんですけど、もう生クリーム病になっちゃってるんですね。生クリームが欲しくて欲しくてしょうがない時ってもうそれがこう連鎖するんですよね。なのですごくその連鎖してる私が言っても全く説得力がないんですが、ママさんとホステスさん曰く、例えば、その動いてる時に断食をするというのはすごく辛いけども、睡眠時間を入れた状態、例えば睡眠時間が5時間だったりとか6時間だったりしたとしても、その時間を入れた状態でこの断食というのをする、要するに少しでも自分に無理なく負担なくできる断食の方法というのを見つけてやるといいと言っていました。で先ほども言いましたけど、この16時間ではなく10時間でも12時間でも構わないそうです。で大切なことは固形物を食べない、水分は OK、 こちらだけ気をつけていただいて、この水分っていうのは炭酸水でもいいですし、銀座のママさんとかホステスさんはお味噌汁とかトマトスープとかコーンスープも飲んでるみたいです。でコーンスープの中にね、ちっちゃいなんか具が入ってるの、あれいいんですかとか、そういうことは気にしなくていいと。水分量が9割占めているものを、この16時間断食の間に摂取をして、16時間経った後固形物を食べるという、そんなやり方だそうです。お酒とタバコもダメですか？お酒は摂取しない方がいいそうです。この16時間断食の時にお酒は摂取しない、固形物とアルコール、これは摂取しない。しかしタバコを吸ってる方、ホステスさんたち、今私のお客様の周りタバコを吸われてる方が少ないんですけども、何人か吸ってる方がいるんですが、その方たちに聞くとタバコは吸ってるって言ってました。ただその16時間断食をしている最中、なぜかタバコを吸いたくならないとも言ってました。不思議ですよね。ではですね、そろそろお時間がやってまいりました。皆さんの方で何かご質問ご要望などございましたら、こちら銀座キャンパス TV の LINE アットを作っております。こちらの方に、ご登録方法はこちらです。スクリーンショットしていただいて、LINE アプリ起動で、登録ができるようになっておりますので、お気軽に、ご質問ご要望など、高倉までいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。銀座キャンパス TV 昼の会をご視聴いただき、本当にありがとうございました。少しでも皆様にとってね、参考になっていたら幸いです。はい、ではですね、皆様にとって、本日も素敵な午後でありますように。本日の夜9時30分にまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。